ただいまの時間0時30分です。タイに到着しました。嬉しい。だから入国審査をしてホテルに向かいたいと思います。出てきます。で、このマンコのところに行ったらおじさんが待っててくれます。最近はこの顔写真がついたんですね。すごい便利になりました。便利で安心安全です。じゃあ49まで行ってみます。近くのちょっとカフェで、ご飯を食べました。ケールのサラダです。チキンとアボカドでアイスコーヒーです。今回泊まったホテルはここです。結構便利のいいところだったので、ここにしました。今日はこれからですね、タイの一番行きたかったところに行きたいと思います。あんまりまだ多分有名じゃないところなので、ちょっとどこなのかがわからないんだけど、タイのあのピンクのお寺でさらに龍が全部巻いているっていう建物を見に行きたいと思います。来年辰年なので、せっかくだから祈願しに行こうかなと思って、友達になったタクシーのドライバーに聞いてみたら、だいたいバンコクから1時間ぐらいということだったので、その人に連れてってもらおうと思います。超楽しみです。タイは寒気に入ったので、もう全然雨が降らないです。今日は今午前の10時なんですが、今で27度あります。とっても爽やかです。全然今日は本当に湿気が少ないので調子がいいです。運転手さんを待ってる間にちょっと両替に行ってこようかなと思います。最近はタイも高くなってきたので、といってもまだ安いんだけど、20年前よりはやっぱ全然上がってるなっていう感覚です。いっぱいカフェもできたし、美味しいご飯屋さんとか綺麗なところもいっぱいあって便利になりました。無事ピックアップしてもらって、これからお寺の方に行きたいと思います。だいたいバンコクから1時間ぐらいなので、楽しみに1時間を過ごしたいと思います。私の行きたかったお寺です。あれはお寺みたいです。ちょっと今見えなくなっちゃった。あ、ま、見えない。バンコクから、1時間ぐらい、車で来ました。1時間ちょっとかな。私の行きたかった龍の巻いているピンクのお寺っていう超派手なところがあって、そこをみんなに見て欲しかったので、私も見たことがなかったので、今は結構ピンクの像が多分有名だと思うんだけど、次の、バズりはここなんじゃないかなと思ったので、みんなにご紹介したいと思います。来年は辰年なので、皆さんこちらにあやかって、行ってほしいなと思います。こんにちは。
すごいこんな感じです。こちら正面になりますね。行きましょう。はい、こちらが私のマイフレンズです。サワディカー。サワディカー。Today is so happy. Yeah, I'm really happy too. Yeah, thank you. Yeah, thank you so much. Thank you for contacting. Yeah. じゃあ、インさんと一緒に行ってきたいと思います。明日はなんか誰か偉い人が来るみたいで、明日じゃなくてよかったねっていうお話をしていました。なんか明日は大きなパーティーがあるそうです。こんな感じで。建物に竜が巻いています。あの上もここもね登れるそうなので登っていきたいと思います。今日は全然なので人がいないです。ここに、願うために名前を書いた花を持ってくださいということです。料金は自分で決めてねってことでした。お花を持ってきます。こうやって、名前を書いたらこんな感じにしてくれます。でお花と、お線香をもらいます。これは、生まれた曜日のお花があるみたいなので、調べていった方がいいと思います。わからない場合は白でいいということでしたので、私は白をもらいます。でここの周りを一周するらしいです。すごい、こんななんか素敵なところがあったの全然知らなかった。ここは本当にみんなに来てほしい場所です。ここをぐるっと回って、ああここにお金を入れるところがあるので、ここでお願いをするといいっぽいですね多分。これが12星座あるみたいです。わあ、靴をここから脱ぎます。神様は基本靴を脱ぎますので、靴脱ぎます。1983年の2月14日生まれなので、今調べたら月曜日でした。なので、ここの月曜日の神様にお願いをするそうです。ちょっとお話しろ買っちゃったんだけど、なのでこの、神様が月曜日らしいので、ここにお願いをしていきたいと思います。これが、竜の足元になるのかな、お腹になります。すごい一個一個が本当に綺麗に作られています。夜はなんかライトアップされるのか、電気がいっぱいついてますね。私は家族、精神的な生活、DNA、両親の血を引き継いできました。それはブッダとキューブッケの大いなる愛です。ドラゴンパラダイスタワーに来てください。家族、私の祖先、世界中のすべての人々が同じ母親の体内にいる兄弟姉妹のように愛し合えるように祈ってください。幸運を祈ります。大きな財産を手に入れます。痩せていても幸運になりますように。よく話してお金持ちになります。いいことを熱心に行います。幸せにお金がもっとありますように。 OK な、アンデス。これが竜の中になります。ちょっとここから上がっていきます。
なんか神々しいですね。ここは、1階に今なります。入り口入ったところ、たくさんの神様がいらっしゃいます。すごい、こんな感じで登っていきます。なかなか建物内が渋いです。すごい、これが竜の中になってます。大体何分ぐらいかかるんだ、ちょっと測ってみます。やっと頂上が見えてきたと思います。ここまでで約5分ぐらい。弊社の人は結構苦手かもです。よいしょ。わ、すごい眺めがすごいですね。ここが、まだだった。はい、ここからもうちょっと先があります。毎日空いていて8時から17時までやってるそうです。あ、ここが頂上ですね。やっと頂上到着。大体でも5分ぐらいかな、登ってくると、みたいです。はい、到着です。あ、さらに上があった。そっか、ここ上がると龍の顔のところに上がれます。すごいね、結構高い建物なのであっちまで見渡せます。よいしょ。お、ここが頂上ですね。龍の顔に到着です。ここは頂上になります。頂上は、3回回るらしいので、ちょっと3回回っていきたいと思います。触るといいそうなので、触っておきます。
が竜のひげになるそうです。後ろ側ですね。でここに触ってお願いをするそうですね。よしよしで、ここに名前を書いてということだったので、名前書いていきます。はい、じゃあここに名前を書いていきました。ここが竜の、足になりますね。素晴らしい景色です。ここはなんかこの動画じゃお伝えきれない凄さがあるので、本当にここには来てほしいなと思います。すごい人も優しいし、本当に綺麗な場所だし、こんな建物めったにないし、この竜の中を登っていったって思うとちょっと信じられないぐらい。すぐ着きました5分ぐらいで一番上に登れました。本当に綺麗な建物です。はい、無事竜のお寺に行ってきました。本当あっという間だったんだけど最高でした。ぜひ皆さんもここ行ってください。パパ、あータイではゾウさんの下を通るとすごいラッキーなことがあるそうなので、ゾウさんの下を通って帰りたいと思います。皆様にもいいことがありますように。あ、お腹ハッと済んでますの旅は、時間がちょっとないのでリアルなゾウさんには会えなそうなんですけど、この、ラッキーゾウさんに会えたのでよしとしましょう。またリアルゾウさんは次のタイミングに会いに行こうかなと思います。すごいなんかちょっと遊園地みたいな本当に感じの場所ですね。すごい静かだし、明日はキングが来るそうです。なので1時以降は上に登れないと言っておりました。なので今日めっちゃいいタイミングで、来れたと思います。このゾウさんを過ぎたあたりが一番多分こうやって綺麗に全部写真が撮れると思います。なのでこのゾウさんくぐった方がいいかなと思います。ここはね、置いた方がいいと思います。いや、まあこれ焼いただけの意味ですか。すごい大きい。今ご飯を食べてですね、今度はここに行きました。実は私今お客様がタイに旅行に来たので一緒にジョインさせてもらってます。その方たちがすごいタイに詳しいので、これからデザートおすすめのデザートを教えてくれるそうなので楽しみに行っていきたいと思います。ここは今、サイアムスクエア1というところの隣になるのかな、サイアムスクエアになるのかなの、何階だ、何階かになりますすごいすごい適当な動画になっちゃったけど、グレーハウンドというところですね。ここのタプティムクロっていうのがすごい美味しいみたいなのでここに行ってみたいと思います。すごいタイはなんかおしゃれなカフェがすごい多いので楽しみですね。かわいい、おしゃれ。What kind of cake do you have?
機。すごいおしゃれ、メニュー表がおしゃれですね。美味しそうです。美味しそう。味のイメージが全く、はい、上にあるのがココナッツ。あ、これですね。このピンクののは巻きたい。巻きたい。巻きたい。あ、大丈夫です。可愛いでしょ。うん。日本にはないですね、こういうの。うん。デザートを食べてから、今電車で移動しました。どこだっけ、後で聞きますで、ここから船に乗って移動をして、ニューハーフショーを見に行きたいと思います。私初めて、人生で初めて、タイに来た時にニューハーフショーに行ったんですけど、なんかせっかくなのでそれも久々、20年ぶりぐらいに見に行きたいと思います。タイの観光っぽいことを今日はしている旅って感じですね。皆さんもぜひ行ってみてください。船で移動していきます。こんな感じで、川があります。上がりだしました。しかもこんな目の前で上がってます。なんかいいことありそう。船を、待っていたら船来ました。船に乗っていきます。この船は無料なのかな。この船は無料なんですか。この船は無料だそうです。あれは、ディナークルーズの船、アユタヤまで行って帰ってくるみたいです。なんか歌ってる人がいますね、多分。観光って感じ、楽しみです。ここはでもレストランばっかりってことですか。すごい、でも比較的綺麗ですね。ありがとうございます。結構あのごちゃごちゃした街中の屋台が苦手な方はここいいかもしれないですね。綺麗な、到着しました。ここがカリッソというニハグショーになります。ここはこんな感じで雑貨とかもいっぱい売ってる感じです。すごいいっぱい売ってます。チケットは、事前にお客様があの購入してくれてました。900バーツだったので3600円ぐらいかなになります。あ、シンハがあるんですか。あ、ちゃん、あれにしよう。これね、1個
個、飲み物が1本ついてくるらしいです。すごい、私が昔来たところとは全然変わってました。なんかめちゃくちゃ綺麗なところです。こんな感じの雰囲気です。素敵ですね。このなんか演技中は撮っちゃいけないみたいなので、まあ一旦ここまでになりますが、席に行ってみたいと思います。ただいま、夜中の1時です。ここは、結構繁華街なので全然明るいし安全なエリアではあるんですけど、ちょっと夜遅いので早めに歩いて帰りたいと思います。マッサージが1時間で1200円ぐらいでした。1300円ぐらいでした。フットマッサージだったんだけど、肩も頭も腕も背中も全部マッサージしてもらいました。からのお水をもらいました。やっぱりタイのマッサージは最高です。じゃあ帰って早く寝たいと思います。明日はもう朝帰っちゃうのでちょっと寂しいんだけど、しょうがない、準備して帰りたいと思います。おはようございます。タイの最終日です。最終日というかもう帰る日です。帰る準備してます。今朝の8時なんですけど、今日はめちゃ暑い、もう暑いですね。でかなり湿気がある感じがします。これからお迎えを待って帰りたいと思います。はい、今日も朝お迎えに来てもらって、これから出発です。彼はいつもオンタイムにちゃんと来てくれるのでとても安心です。空港に到着しました。タイの朝は本当に渋滞がすごいので、結構車移動の人は、時間を余裕を見た方がいいと思います。私は今余裕を見すぎてめっちゃ早く着いたんで、まあ安心ではありますが、なのでタイの空港またうろうろしてみたいと思います。セルフチェックインができたので、セルフチェックインをします。すごいなんかね、朝はめっちゃやっぱ混んでるので、セルフチェックインができるととても便利ですね。相変わらずの、スワンナプームはめちゃくちゃ朝も昼も夜も混んでるんだけど、朝はやっぱりめちゃくちゃ混んでました。でも全然時間に余裕持ってきたので、あと約2時間ぐらいあります。よかったです。ちょっとご飯を食べて、移動していきたいと思います。今回帰りはエアアジア、タイエアアジア X で合ってるのかな、 X度って読み方で合ってるのと思うんだけど、それになったので、空港から電車に乗って移動しなきゃいけないので、またさらに余裕を持たないといけないので、ちょっとこの辺りは、スワンナプームの空港の中ってすっごい広くて結構面白いから、空港内遊んでみてもいいかなと思います。お土産屋さんとハイブランドめちゃくちゃいっぱいあるので、ぜひ空港内も楽しんでみてください。じゃあ私もちょっとご飯を食べて、準備したいと思います。空港のレストランでガパオライスを食べます。最後のタイ料理になります。今日はチキンのガパオライスにしました。シャトルバスに乗って
移動しました。 S のゲートがある方はこっちの、バスに乗って移動しなきゃいけないのでこちらの方に来ました。ゲート入ってすぐ目の前のところから降りるのでわからなくはないと思います。でそこから、バスじゃない電車みたいなのに乗って15分ほど移動してターミナルの離れた方に今来ています。でこっちのターミナルはご飯屋さんが、マックとバーガーキングしか今のところなかったのとお土産屋さんも全然少ないのでもし空港でちょっと何かしたいなって方の場合はメインの方で、やってもらうとおすすめです。メインの方の、空港の中はマッサージとかもあるので時間がね、いっぱいあっても結構ゆったりとくつろげるんじゃないかなと思います。ちょっとね、ゲートが遠いので、その辺まで歩いてみていろいろ探してみたいと思います。こんな感じで本当に何もないって感じです。まあ、でも新しくできた方の空港になるので、まあ、設備は本当に綺麗だしトイレとかもすごい綺麗です。メインの方がごちゃごちゃね人が本当にいっぱいいるのでこっちの方が、まあ、静かではあるかなと思います。